IR 担当の副大臣だった秋元司容疑者は IR 事業への参入を目指していた5 0 0ドットコムから300万円の賄賂を受け取ったほか去年2月留守村に家族旅行をした際およそ70万円相当の利益供与を受けた疑いが持たれています。その後のののの後関係者への取材で IR の誘致を計画していた札幌の観光会社が 秋元容疑者の家族旅行の旅費を一部負担していた疑いがあることが分かりました秋元容疑者の家族はこの観光会社が運営するホテルに宿泊していました東京地検特捜部はこの観光会社からも詳しく事情を聞いています